神に愛され召された井口、白い山に消えていった命、誰より美学を磨いてきたのに容赦ない山のガットの仕打ち、自分に媚びずに引くに引かずに無言で与えたリアルな気づき、最大のリスペクトを送るぜ RIP 井口。猫が大好き45歳チョコバニラボールアレンチャンネル焼きせチョコちゃんニャンニャン、ですね、せっかく DJI マイク買ったんで、はい、DJI マイクをしながら生音一発撮りハウトゥー、よいしょ、ありがとうございます。滑りながら全部ハウトゥーします。さすがです。で、はい、まあそれ一本追い撮りなんだけど、それ後ろからバックショットで撮ってもらって、はい、だから後ろから1本撮ってもらって横から1本撮ってもらってみたいな、はいはいはい、そんな感じでいきましょうか。かしこまりました、はい、じゃあその手前のさ、はい、グラ撮りやってんのとかそれもハウツーするの？いやー気持ちとしては入れてほしいですね。なるほど、はい、グラ撮りだったら別に1回止まって何回かやり直せばいいんだもんね。そうですね、うん、それはできますね。 OKOK、はい、一発撮りハウツーか、いきましょう、うん、ワード瞬発力が問われます。今までの YouTuber 生活の全勢力を持って、じゃあ手前のグラ取りは、はい、2オープンの3にしようかな。はいはい、そうしましょう。かしました、はい、じゃあ2オープンの3から3で、はい、お願いします。いきましょう、一発撮りハウトゥースタート。はい、じゃあね、まずね、2オープンの3のグラ取りは、できればこの坂に対して直通ラインでやると、圧力がやっぱり坂って下に逃げてるから、このラインで2オープン、ちょっと待ってよ、ちょっと待ってね、こういう時はね、まあ人がね周りにいてね、ちょっと、はい、様子を見ながらなんでね、はい、人が吐けたらやりましょう。じゃあこのラインのまっすぐの2オープン3はちょっとねやりづらいんですよ。やりづらい、これなんでかっていうと、そのやっぱ常に坂って落下してる状態なんで、あの踏み切ったとしても圧力が抜けちゃうから、いや蹴るパワーが弱くなっちゃう。じゃあどうすればいいかっていうと、車格好をしながら横向きのラインの時にここでやるんですよ。ここでやると結構ね、なんか加速感も減ってる状態で、なんかちゃんと踏んで踏めて蹴れるから、ここでやる。いやそう、だからターンの出口ですね、ターンの出口で次のターンのつなぎの時に、このターンの時にちゃんと後ろ向いてからね、後ろ向いてからここでピョンって、はい、っていうね、そういう感じですね。はい、肝心の技のやり方は、ここはね止まってからの方がいいかもな。一回こう止まりましょう。はい、止まります、止まります。なんとなく左を見ます、振りかぶります。はい、これをただ横に移動している状態の時に振りかぶります。はい、はい、以上、以上。さあやってきました、パーク、パークやってきましたよ。今度はさあ、今度は、ポコちゃんですね。このポコちゃんはね、スピードがつかないので、ちょっと上からスタートします。ちょっと上からスタートして、まず1個目はどうしましょうかね。フロントサイドワン、いやバックサイドワンエイティやりましょう。バックサイドワンエイティ、最初に右の方にスーッと寄って、はい、ヒール入れて、そしてトゥー入れて、そしてテイクオフ。危ない危ない、ちょっとミスミスミス。じゃあ今度ね、はい、ボックスボックスボックス、バックローズいきましょう。バックローズちゃんとね、斜面に垂直に立つように胸をしっかりかぶってしっかりひねる。さあそしてね、今度フロントスリーいきましょう。さあヒールでね、左に寄ってトゥー、ヒールからのフロントスリーと、はい、できました、はい、できました。さあこれでみんなもね、いいんじゃないかな、この1本だけでね、グラトリド3と、D1、 そして、バックノーズ、そしてフロント3ができるようになりました。ということで一発撮りハウトゥーの1本目でした。結構難しいね。いやー結構難しいですね。いやいや、お見事です、お見事。いやーこれ舌噛むよ。ジャンプの着地とかで。次はそうですね、じゃあまあそう全く同じルーティンで、横からですね、はい、そう、はい、じゃあ私並走すればいいってことですね。うん、はい、OK です。そうか、並走で2のフロントスリーでね、じゃあ、今度は2本目ですけどね、並走バージョンですね、はい、平らな場所で、こういう場所でドライブスピン気味にやってみるといいかもしれないですね。こう山を向いて立つと、自然と山を向いて立つと自然とね、2が2に乗り気味な状態になるんで、ここで2をねしっかり踏み込んで、まずテイクバックといって振りかぶる動作をして、そこねつま先両方踏んどくんですよ。振りかぶる動作をして、それをこう解放するときに右のつま先ちょっと蹴りながら、でも
つま先ずっとだとこういった時にガスってこう引っかかっちゃうね。引っかかっちゃうので切る瞬間だけいきなりこっちはヒールに一瞬切り替えるみたいな、そんなイメージでね、こう振りかぶってみたいなね、こういうのね、何回か止まってる場所とかね、日当たり場所で練習するといいかもしれないですね、はい、だからこれでまずはねドライブスピンで滑りながらこういう動きをすることに慣れていきましょうということで行ってみましょう。はい、じゃあね横からターンしました、ターンしました、でここで振りかぶりました、回しましたっていうね。じゃあグーフィーの人いきましょうかね。ターンしました、振りかぶりました、回しましたっていうね。はい、はい、またレギュラーの人ね。ターンしました、じゃあ今度はちょっとスピードを出していく番にしましょうか。はい、じゃあここでちょっとカービング切る感じにしてスピードがある中で振りかぶりました、回しましたっていうね。はい、そういう風にやっていきましょうね。そこに途中に、ジャンプをしますよっていう動作をつけると、そこで、はい、切れていきます。ターンしました、振りかぶりました、やりました、ね、はい、はい、そんな感じですね。じゃあグーフィーの人もね、これはい、加速していきます、ターンで切れていきます、振りかぶりました、はい、回しました、はい、じゃあやってみますかね。これはスタート位置がこれから飛ぶん飛ばれますか、飛ばれ、あ、いいですか、わかりました、じゃあ、あ、今並走、ちょっと並走ですよ、じゃあ、並走しないといけない、ありがとうございます、はい、こんにちは、さあ横から外ですよ、さあ横から見るのは分かると思うんですけどね、はい、ヒール入れて、トゥーン入れてね、しっかり板の真上に乗って、はい、バックワンね、はい、次なんだっけ、バックローズ、バックローズ、横からでちゃんとね、横からのバックローズで、ちゃんと胸を、ちゃんと胸をかぶるぜ、そう、肩をつけたりということが大事、さあ、そしてね、ラストフロントにヒールで、左に乗って、トゥーン入れて、ヒール入れて、ちゃんと前にかぶってって、フロントに、さあ、できたね、2回もやれば、2回もやれば、もう誰でもマスターできるよね、素晴らしいハウスだった。いやーよかったよかった。キッカー、はい、無理。だってリップ通過してる時間、はいはい、1秒ないわけでしょ。ない。その中でさ、喋、はい、れないよ。技唱えるぐらいしかできないよ。ただの実況中継な。ハイフロント3みたいな。いや、先生、いやいや、とはいえラインまではいいですから。そう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 、ラインまではすごい。それ頑張って。頑張っていい感じ。頑張っていく、あと課題は飛んだところですよ、うん、飛んだところをどうやって伝えるかっていうことですね。あ、次ラストはちょっと技変える、変えちゃうんだけど、あのグラトリはちょっと自由に実況しながらね、はい、あ、なるほど、自由な流れの中で説明しながらその2フロント3を差し込んでったりします。なるほど、なるほど、差し込んでったりします。いいっすね。で、パークに関してはちょっと技を変えてしまうんですけど、はい、ちゃんときっちりハウツーします。おお、応用編からのきっちりですね、はい、応用編からのちょっともう別トリックのハウツーということでね、お楽しみください、はいはい、じゃあ1本撮りハウツー3本目ということでね、はい、グラトリはこういう流れの中にさっきの2フロント3を差し込んでいくといいよっていうのね。さあ、じゃあ普通のねフリーランの流れをやっていきましょうということで、またね、またのまたテールブロック、またテールブロック、しかもまた中途半端なんですね。さあ、ここでね、さっきました。さっきのね、じゃあ溝に降りていきましょうね。溝に降りていくときにここで2のオープン1をしながら降りていって2ターンが入ると、ここでキャブ3を入れるとね、こういうねおしゃれな使い方があるっていうことなんですよね。で、あとはスイッチスタンスにザッと入れ替えちゃいけないので、ここでボードスライドプレッツェルしてレギュラーに戻した流れで2フロント3を、それの今度逆番をしてプレッツェルして2フロント3ということでね。さあ、走行してる間にパークが近づいてきました。さあ、ここまで動いちゃうとねもう結構疲れちゃうんですけどね。さあ、ここからねラスト、最後のラストのブツ取りは、とっておきのねトリックハウツやっていきたいと思います。後ろ取り、ちょっと待ってくださいね。はい、待ちます。よし、じゃあいきます。このトリック、はい、はい、スタート。さあ、このトリックはね、とにかく気合が大事です。気合が大事です。はい、振りかぶってバーンと入れて、バーンと、バーン、はい、失敗、はい、失敗、いや、大丈夫、でもめげない、でもめげない、でもめげずにこっち入ってダーンと入れる、ダーンと入れる。さあ、そして最後もめげない、バーンと入れてバーンと、よし、よっしゃー、とにかく気合が大事ってことです。はい、さあ、いや、結構なんか滑りごたえのあるハウツーができたんじゃないかな、最後は。
あとにかくね、全部のアイテムでフロントフリップをする。そんな配信でした、実はね、最後のあのキッカーのフロントフリップはナックルだったので足首と手首がすごい痛いですすごい痛いんですけど、はい、以上、完全ノーカット完全一本撮りハウトゥーでした。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。みんなが愛した矢田部の人し。バッツォバッツォバッツァ。井口どうすでマジックだし、暗いのち。バダラを忍者でのジャンプサッション。どっちも引くことなく挑み、一歩も引かずにライダー気取り。業界沿った俺たちの気負い。井口。